1804年アメリカ合衆国大統領選挙は、1804年11月2日から12月5日にかけて施行されたアメリカ合衆国の大統領、及び副大統領を選出する選挙である。アメリカ合衆国の大統領選挙としては5回目のものであり、現職のトーマス・ジェファーソンが連邦党から出馬した、チャールズ・コーツワース・ピンクニーと競った。ジェファーソンが容易に、ピンクニーを破った。 この選挙はアメリカ合衆国憲法修正第12条が批准されてから初めてのものであり、選挙人はその票が大統領を指名するものか副大統領を指名するものか区別することを求められた。以前の方法では選挙人の票は大統領に対してのみのものであり、2番目に多く票を獲得した者が副大統領になった。ジョージ・クリントンが副大統領に選出され、 ジェファーソンとその後継者、ジェームズ・マディソンの下で副大統領を務めることになった。1800年アメリカ合衆国大統領選挙は接戦であったが、ジェファーソンはその任期中に着実に大衆の支持を得た。アメリカの貿易はヨーロッパにおけるフランス革命戦争が一時的に中断されたために活況を呈していた。そしてルイジアナバイ州は偉大な業績と歓迎された。 大統領候補副大統領候補予備選挙結果、大統領候補副大統領候補ジェファーソンが再度、大統領候補に指名され、副大統領候補は現職のアーロン・バーに代わって、ニューヨーク州出身のジョージ・クリントンが指名された。連邦党は、ピンクニーと元上院議員で、ニューヨーク州出身のルーファス・キングを対抗場に選んだ。ジェファーソンの政策に対する攻撃は、 効果がなく、ジェファーソンは連邦党が地盤にしているニューイングランドの大半の州でも勝利して圧倒的な勝利をつかんだ。ありがとうございます。